大正15年9月広島豪雨災害、山陽本線特急列車脱線事故。山陽本線特急列車脱線事故とは、大正時代末期の1926年に、山陽本線に秋中野駅買い足駅間で、発生した列車脱線事故である。この事故を起こした、特別急行第一列車は、下関駅から、幹部連絡線を介したアジア及び、ヨーロッパを連絡する。 国際連絡運輸の役割を担う日本最高級の列車であり、著名人も多数乗車していたため、世間に大きな衝撃を与えた。それにも、まして鉄道関係者は、木造車体の脆弱性を指摘されることになり、日本で心臓される客車が構成に切り替わる契機になったとよく言われるが、国鉄関係者によるとこの事故の数年前以前から、構成車体の開発あり、 たまたま完成間近にあった事故だとされている。事故現場の空撮写真1926年9月は日本各地で風水害の被害が発生しており、広島市も9月11日に集中豪雨を受けた。秋群にある瀬戸川支流の畑川の堤防も、結界市付近に甚大な被害を与えており、山陽本線の畑香川橋梁と築堤にも被害が出ていた。9月23日、 前日の9時30分に東京駅を出発し、下野駅に向かっていた下り特急第一列車は28,977号蒸気機関車が11両の客車を牽引していた。途中停車駅である広島県の山陽本線糸崎駅を1時46分に出発し、広島駅に向かっていた。広島県秋郡中野村にある秋中野駅を 帝国よりも3分遅れの3時28分に通過。そこから少し離れた神戸起点 295.6km 付近の築堤が豪雨による畑川決壊により溢れ出た川水によって破壊され、築堤が崩壊し線路が浮き上がっていた。見回りをしていた消防団員が危険を察知し踏切板に急停車の信号の依頼をしたが間に合わず3時30分。 列車がその地点に差し掛かり脱線転覆した。事故の5分前には現場を降り貨物列車が無事に通過しており、わずかの差で遭難することになった。見回りをしていた消防団員の起点により、消防団員が召集され救助活動が行われたが、前方に連結されていた木造客車が大破しており、34名が死亡した。犠牲者には、当時の鹿児島市長の上野氏など、 社会的に地位が高い人物も多く含まれており、外国人2名も含まれていた。また負傷しなかった乗客の中には、第一師団司令部府の寺内俊一少将や、後に小田急電鉄名誉会長になった安藤奈良六が含まれていた。事故の犠牲者を悼む慰霊碑は、秋中野駅そばの洗練寺の境内に混流されており、仏像の台座に犠牲者の使命が刻み込まれている。 現場付近の恒久的な対策として、従来の築堤を重上げするとともに、脱線箇所である神戸起点 295.6km 付近の築堤については、再び地盤が浸食によって崩壊することのないように、森土構造とはせず、全長2 0ルの橋桁がかけられた。この橋は下に、道路も水路もない構造になっているが、洪水の際に溢れ出た水の逃げ道にするための、 工夫である。畑川にかかる鉄橋も、かさ上げと中央橋脚の撤去が行われた。慰霊碑は、秋中野駅近くにある千年寺境内に建立されている。一方で、この事故で木造客車の脆弱性が犠牲者を増加させた原因と指摘されたため、鉄道省は、 翌1927年度の車両新造計画から木造客車の枠を抹消し、車体を構成としたオハ31型などに切り替えた。とよく言われるが、鉄道省側によるとこの事故と構成客車開発は全く無関係であり、鉄道省ではこの3年前の1923年頃に乗客の安全のためなどに客車構成化の話が起こっており、 その後外国構成者の比較調査を行い、1925年には試験設計計算が済んでいたとされるほか、この設計の中心的だった朝倉貴一も構成化についての話で以下のように述べている。しかるに、世界の体制は構成に変わりつつあり、我が国の電鉄会社でも採用したところもあった。そこで、大正13年。 私が車両課長となると、構成者に経験を有する日本車両会社や川崎車両会社の意見を聞いて、構成者を設計し、対象15年から実施した。また、朝倉はこの後わざわざ、構成客車と木造客車の混血時に起きた事故の話をしているのに、山陽本線特急列車脱線事故については、一切触れていない。ただし、中外商業新法では、 山陽線の衝突惨事が動機となってとはあるが、成績は大変良好なので、最初本年の新造車600両のうち300両をスチールにする予定であったのうと、国鉄は木造車だけのつもりだったが事故を教訓に製造を打ち切って急遽構成車に置き換えたではなく、もともと構成車を半分、木造車と両立で製造開始の予定だったとしている。 朝倉は名前を挙げていないが、時系列的に該当するのは、日本初の構成者である大正12年に、川崎造船で製造された神戸市電200系。P74 から77、2から1構成車体と、電動発電機の誕生。朝倉は、反構成者を含めて、構成と言っており、おは31も、前日の神戸市電の電車も、厳密には、反構成者である。 構成客車は自身が頑丈なだけではなく、編成に木造車がいる場合でも一番危険な構成の大枠が木造車体に深く食い込むが防止できるので安全だという計算になり、根血を実施したところ、この構成客車と木造客車の根血時に起きた事故で木造車も被害が少ないと立証されたという。ありがとうございます。